穴と思われるルーティーン、夕方5時45分ごろ、からまあ6時、まあ、6時のなんかこう放送の音楽、まあ、ミュージックも流れていましたが、私にとっては本当にいつもこの時間、通る飛行機の定時音がもう気持ち悪くてしょうがない、それがでもいろんな音にカムフラージュされてしまって周波数の変化、音圧の変化、属性、C 特性の差というのがあんまりよく見られない感じではあったような気もします。ただ全くビデオの前ぐらい拾えてない音ですが、C 特性ではその音、騒音計では拾っています。数値がそれを表しています。うん、虫も鳴いてるし、鳥も鳴いてるし、家の屋根でガタガタなんかされてて、いやーなんかいろんな音が今重なりに重なっていました。人工音が 2,3 個、自然音が、まあ、虫やら鳥やらが、そして私の、気持ち悪い音楽がグーグル鳴ってたり、ブラインドを急いで開けたので、紐がブラインドにぶつかるカンカンいう音が入ってたり、正確に撮れなかった。悔しいね。音に遭遇してるときに、騒音計での測定っていうのはうまくタイミングが合わなければやっぱり、証拠になるような動画が撮れないので、この場所に、騒音計を設置し、カメラも設置してあるところの近くにいなければ、撮れない。そのため、その飛行機はいつ来るかよくわからないので、日によって天気も違う関係で毎日、全く同じ時間にはやっぱり通らないので、販売も難しくはなってます。自分はもうこの騒音を測定するためだけに張り付いてなければならない状況になると、それはそれで生活っていうものが何のための人生なのかさっぱり分かんなくなります。トイレに行ってたりとか、
横になってたり、いろんな状態があるので、非常にこう、測定するのが難しい中で、でもできる限りの騒音測定を今しているところです。